さんこんにちは。今日は雨が降って少し肌寒い一日になりました。風が吹いて寒い。良い子の皆さんも体調管理には気をつけてください。風が吹いて寒い。良い子の皆さんも無理をしないで自分のペースで音楽を楽しんでください。寒い。滑って転んで痛けん。叩いてかぶってじゃんけんぽん。ダジャレなぞなぞ。楽しいことを取り入れてピアノが大好きになる、そんな愉快なピアノ教室です。お休みが終わればまた先生に日々の出来事、トイレの花子さんのお話、いつも先生にいろんなことを尋ねてくれます。疑問や好奇心、興味は心の宝です。わからないことがあったら何でも調べてみるのはとても良いことです。疑問や好奇心を持つ子は育ちます。それでは、バイバイ。引き続き YouTube におよびご入会キャンペーンも随時受けたまっております。 CAPI4041@gmail.com になります。ピアノって弾けると楽しいな。簡単な曲をいかに丁寧に表現するか、どんな音色で弾いてみたいかな、曲に応じた奏法を考えさせ、自分でこの曲はどんな風に表現すればよいのかなと思わせることは大切です。テキストの絵からいろんな曲奏をイメージして、この曲は楽しそうな曲だね、これは単調で寂しそうな曲だね、どんな風に表現すればよいのか考えるということはピアノ上達の上でも大切になります。無理をしないで自分のペースで楽しんでください。バイバイ。人や物も大切に扱いましょう。個人の能力を尊重し、能力以上のことを求めては子どもたちも息が詰まります。個人の能力、持っている適性をきちんと見極めて、簡単で楽しく弾けるように提案し、的確なアドバイスもきちんとできるピアノ教室です。ねえねえ岡村、この中で一番可愛くって、お茶目って、いたずら大好きな音符姫ってどうって、はー、それでは皆様ごきげんよう。